はい、声でお会いするのは多分初めての方が多いと思います。格闘ゲームのことに関しては結構ボイスメモを残してるんですけど、新しい試みとして、この漫画ブログのやつも、あらすじとネタバレと感想ですかね、これをなんて言いますか、声で聞こえるように、してみようかなと、ちょっと新しい試みでやろうと思ってます。これ見てくれてる人がなんか結構女の人が多いみたいで、主婦の方とか多分いらっしゃると思うんで、お掃除とかなんか洗濯の干し物とかするときに、これ聞きながらやってもらったりとか、あと、ドライブとかしてるときに、ドライブっていうか一人で運転してるときに、相手がいないときになんかこう暇つぶしに聞けるようなやつって、なんかそんなコンテンツをちょっと目指してます。で、第1回は、自殺島っていうことで、自殺島ですかね、自殺島やったかな、全部17巻で完結しました。で、これがですね、結構僕の中では良作だったので80点ぐらいあるなと。今僕のブログ結構見てくれてる人は愚者の皮が好きな人多いみたいですね。愚者の皮とかなんかそういう何ですっけ、ちょっとグロめのやつを好きな人が多いみたいです。で、実際僕が実際それが好きだから多分その思考に合ってる人はよく読んでくれてるみたいなんですけど、自殺とは最初敬遠してたんですよ。そのあんまりなんかパラパラと見た感じでそのグロいとかっていう描写ないからって思ってたんだけど、改めてちょっとなんだかな、無料で見る機会があったのかな、なんか見たんですよね。そしたら面白かったんで、全部もう一気に読破しました。ちなみに16巻と17巻はですね、中古市場にも出てないし、レンタル漫画にも出てないんです。今って漫画電子書籍とか全盛時代でしょ。で、漫画の一巻一巻になんかこう付加価値があるみたいですね。例えばブラックジャックによろしくとかって無料で出すぎて、どこでも無料で見れる、こういうのはその漫画の価値が低いんですよ。多分 Amazon の読み放題のやつのブラックジャックによろしくっていうのは見れるでしょう。ところが全然手に入らない漫画で、女神たちの二重層っていう漫画あるんですね。で、それなんかはもう全然中古市場でも高いし、電子書籍でも高いし、だからそういうなんか漫画でだんだん序列ができてきてると思うんですよ。これってなんか株みたいなもんですよね。手に入りやすい漫画はやっぱ需要があんまりないからもう安いで、手に入りにくい漫画っていうのは高いんですよ。漫画の絶対数ってやっぱり決まってるもんですから、絶対数が決まってるもんっていうのは数の取り合いになって高騰するっていうのはゲームの攻略本なんかでもよくあることですね。ちょっと長くなったな、これ。3分ぐらい話しましたけど、長くなったんで、自殺島の話はちょっと次回に譲りますね。今回初めにということで、ボイスメモ始めますということで、お知らせでした。